すいません、ここはどこですか？僕は気を失ってたんですか？ここに来るまでの記憶が全くないんです。ああ、ダメだ、自分の名前も何も思い出せない。すいません、何でも結構ですから、僕に関することを何か教えてください。いいよ。まずお前、ここの裏山で1年くらい不法投棄されててな。で、地主に処分される手前で俺があなたを1500円でもらってきました。で、お前は何？いきなりなんか喋ってるし、手みたいなの生えてるけど、宇宙人とかなの？何を言うんですか？僕は人間です。ああ、マジか。その感じだとお前マジでそれ言ってるね。あなたはさっきから何を言ってるんですか？ああ、いいや、めんどくさい、ごめん、なんでもないです。ところでお前さ、これからどうすんの？ナンバープレートはついてないし、そのまま公道走ったら5分でおまわりさんに捕まるよ。そしたらお前は車検が切れてるから30万円以下の罰金と6点の減点、さらに自賠責保険も切れてるから50万円以下の罰金と6点の減点、合わせて80万円と一発免停だな。で、80万円払えなかったら刑務所行きだな。お疲れ。そんな、でもない。え？ここは俺の私有地だから、今のお前が走り回っても違法にはならないんだけどな。お前燃費悪そうだし、ガソリンもいるだろ。俺んとこで働くか？はい、よろしくお願いします。車検とは自動車検査登録制度の略です。人間でいうところの定期健康診断みたいなもので、安全に関わる部分や消耗品が悪くなっていないかを車検でくまなく調べます。車検のタイミングは2年に1回です。車検を依頼する先はいろいろありますが、しっかりメンテナンスするところは高額になります。車種や状態によって価格が変わり、5万から10万円もしくはそれ以上かかる場合もあります。少し車の知識のある人なら、自分で陸運局に持ち込むユーザー車検なんかも費用を抑えられて流行っています。ぜひご挑戦ください。そしてこの高額な車検費用の中で結構な割合を占めるのが自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険です。これは事故を起こした場合の被害者の最低限の保障の確保を目的としている制度で、強制保険とも言われ、必ず入り続けなければいけません。といっても上限が3000万円と低いので、十分な保険を目的とするならば任意保険の加入も必要です。次回、清原と新庄。